先ほど言いましたように、国民の皆さん一緒に立っていることを取り組んでいます。まずもう一度、政治の方針を持ってしまった今、取り戻さなければいけない、同じことを一緒にやっていきましょうということを、発表しています。